いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ラビット前に行きそうです。奇跡それに続いています。さらにはオセアグレイト、12番オーソリティ、その後ろ、その隣にアレンブーケドール、その横にクロノジェネシス、ラッキーライラック、すぐ後ろ並んで8番ペルシアンナイト、その外にサラキア、クレッシェンドラブ、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。その外からフィエールマン、ピンクの帽子、ユーキャンスマイル、その後ろラブズオンリーユー、それに続いています。並んで11番モズベッロ、内からはブラストワンピース、最高峰にワールドプレミア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。6番奇跡、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがダビット、大きく離れましたクロノジェネシス、オセアグレイト、その前に進出、間が空いてアレンブーケドール、並んで12番オーソリティ、その外にサラキア、すぐ後ろにユーキャンスマイル、内からはダッキーライラック、並んで8番ペルシアンナイト。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭はまだ6番奇跡、2番手はダビット、オセアグレイト、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭は奇跡、離れてダビット、オセアグレイト、その後ろ、その隣からはダッキーライラック。4コーナーをカーブして、さあこれからです。奇跡先頭、後続もやってくる。残り200m、さあ先頭は今度はクロノジェネシス、2番手はラブズオンリーユー、クロノジェネシス先頭だ。クロノジェネシス、クロノジェネシス1着、2着にはどうやらフィエールマン。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、クロノジェネシス。